戦、マンチェスターユナイテッドのリバプール戦欠場リストが冗談では済まないくらいヤバい件。リバプール戦欠場予定選手リスト。マグワイア、リンデロフ、ショー、マラシア、マウント、リサンドロ・マルティネス、カゼミロ、エリクセン、アマド、ブルーノ・フェルナンデス、マルシャル、ラッシュフォード、サンチョ。頑張れユナイテッド。リバプールファンとしては主力が欠場してくれるに越したことはないけど、ブルーノのあのイエローはさすがにどうなん、とは思う。怪我気味すぎ。せっかくのリバプール戦なのに今シーズン一番選手いない。しかも出れる選手は疲労溜まりまくってて怪我しそうで怖い。まともに選手が揃わない仲間だ。6位でテンハグうまくやってくてれてると思う。これでよく6位にいるよな。他の監督ならもっと買いやろ。必要な選手がこぞって怪我。リバプール、逆にドン引きされてカウンター食らって負けとかありそうで怖いな。逆に割り切ってカウンターするようになって良い勝負するじゃないかと逆張り予想しとくわ。欠場ユナイテッドと残されたメンバーで紅白戦したらどっちが強いかな。そんなこと考えるくらいうんざりする。もはや先輩レイさんの方がマシなスコアになりそう。